おはよう。体痛い。昨日よりも来る前よりも、凸凹が少ないし足伸ばせるっていうのがすごい快適だけど、間違った点はその斜面に立てたっていうのと、ちょっと地面硬い。確かに。もうちょっと砂浜にしたら、どっちかに体がさ、曇っとるけど、でもスペースは広く使えていい、めっちゃ。ね、ありがとう。軽石打てたもんな。軽石。めっちゃ軽石だらけやん。いや、分からんけど確率白い。島マース舐めとくわ。あ、全然辛くない。島マースや。ええ匂いしてる。ええ匂いしてるやろ。いただきます。いただきます。何の花なんやろな、これ。バターピー。あ、バタフライピー。どんぐらい入れるかな。いや、もう全部入れよ。全部？うん。いいよ。ちょっと魚っぽい匂いする。魚っぽい匂いする。しかも割り立ての魚。わかる。え、ちょっと嫌かも。味ないって書いとったで。そうやな。レシピに砂糖とレモン汁って書いてた。うん。味はない。何飲んでる？天気も良くなってきましたね。まあ、この時間一瞬良くなんねんけどな、毎回。シークワーサーレモネードみたいなやつ。はいはいはい、いいね。シークワード飲むわ。シークワード。コーヒーがなし？え、コーヒーも入れて、菓子パンで決めて、このヤンバルの最北端歩いたらいいんちゃう？綺麗。台風の時期すごそうやな。
え、これって台風でもないのにこんな風なん？台風でもないのにこんな風ってこと？うん、すごくないそれ？すごいよね。その風強いんやって。ありがとう。デブラパン、デブラパン、ローカル菓子パンやろうな。うん、めっちゃいい香りしてる。うん、いただきます。はい。なんか見たことあるよな、ゼブラパンって。あんま？そうなん？いや、ないか。ないやろうな。へー、来たことないの、沖縄。沖縄北部でうちが行きたかったとこなんやけど、うん、まあ、ここ、まあ、なんかええなと思ったんやけど、500円あと、ここセラピーの、そう、バウンとヨル、ここもなんかこういう道とかあったりしてさ、うん、いい感じやん。でもトップが眺望内らしい、うん、え、見えへんってことやんな。そう、あーっていう景色が見えないらしい。木に囲まれてるのが頂上ってことやらしい。あと、めっちゃ昔から行きたかったやん、ちょっと1200円ガイド付きがいいわ、やっぱこういうとこって。うん、普通に歩いても3000円するで、スピリチュアルガイドっていうのは4000円するらしい、うん、以上。割引とかあるやろ、ちょっとぐらいあるらしい。お得な、なんかネット割引とか事前なんか分からないですよ。ある、何やったっけ、施設内、うん、で使えるクーポン1000円分ついて、うん、2100円になる。事前に割引したら、うん、事前予約したら入場料と、うん、施設内のクーポン1000円分のクーポンついて、1000円分のクーポンがついて2100円。通常は 何円？入場料が1200円で、事前に割引、事前に予約したら2100円で上がってるやん。だからお得なんやって。塩かかってんの、これ。めっちゃ降ってくるな、塩。あー、すごい。ここは？え？展望台？ヤンバルクイナに会えるところ。あ、飛べない鳥の、飛べない鳥の、沖縄のヤンバルクイナに会えるから。ちょっと見えてない。綺麗やな、うん、ほんまに駆使したら会えるやろな。よく見て、よく探したら。めっちゃな、静かにして。そうやな、多分人間とか見たらすぐ逃げると思うね。飛べないのに。まあでもそりゃそれなりに。おるかな。
ンバルクイナの説明するわ。沖縄に有名な鳥やん、ヤンバルクイナ、飛べへんやつってやつなの説明やねんけど、まあこんな感じ、見た目は今回の小さい可愛らしいやつ、はい、で沖縄北部に生息する、飛べへん鳥やねんけど、めっちゃ速く走れんねん、うん、だから何キロぐらいと思う、40キロ時速、時速40キロ走れんねんか。で、あともう特徴的なのは、捕食者から身を守るためにねぐらである低い位置に茂る枝に地面から直接飛び込むことができるね、うん、すごいやろ。で、なんか非常に知識高くて、鏡で自分の姿を確認できて、なんか1日に数回水浴びたりして、で最後決めポーズやって、翼広げた決めポーズでやったりすんねんて、うん、まあそこまではいいねん普通に。でもなんかこの辺がおかしいのが、かつて沖縄全域におってんて、全体的に。でも人間の侵入、人間の侵入とか、なんか1910年に毒蛇狩るために導入したマングースおるやん、なんかイタチみたいな、うん、を導入したわけ。毒蛇いっぱいおるから嫌やと思って導入して、掘ってたら今度そのマングースがヤンバルクイナを食べ始めてんて、めちゃくちゃ。ほんだらどうなったかっつったら、個体数が700までに減少して、アホやん、ただのなんか予想外のやつも殺しちゃったみたいだったっけ。ほんだら今度賢いで、マングースバスターズチーム結成して、ほんで今度導入したマングース殺してんねん。でその数は再び増えつつもありますと、うん、で保護とか繁殖プログラム進行中やって、まあでも運良かったらいけんちゃうって書いてるのがマングースじゃなくてヤンバルクイナ、めちゃくちゃや。インゲン食べよう。トマトとかもちょっと美味しそうやな。美味しそう。トマト食べる？トマトとインゲンとか、タコライスにする？沖縄。いいね。これ。買っておこう。さっきの海浜公園でご飯する、うん、そうしよう。ほい、夏野菜、うん、サラダにぴったりって。どうしたの？どうしたの？これ。え？どうしたの？買った。え、香りと酸っぱさがすごいね。なんか梅干しの酸っぱいマンみたいな味やな。あー確かに、ピンクになったやんな。なあ、キーマカレー、キーマカレーと、そう、あーキーマやな、どう考えても。こっちやな、うん、もあるけど。いや、これやろ。こっちか。うん、いいやん、いいね。うんうん、ん、美味しいな、うん、これ結構ジャスミンティーで結構個人的に好きなやつや。あー、わかる。今日の昼ご飯は沖縄ということでタコライスに挑戦したいと思います。8分シリ、8分タイマー、ヘイシリ、8分タイマー、タイマーを作成しました。沖縄の訛り入ってないし、うん、8分の綺麗だね。綺麗、うん、まうまうい、お待たせー、やっほー、すきまい。タコスやろ。うん、もっとな、入れて。あふれるじゃん、これ以上入れたら。まだかい。待ち遠しい。もういけんちゃん。
ただきます。めっちゃいい。美味しそう。こんなんキャンプ飯って感じだな。うん、宮崎のタコライス、うん、沖縄美味しいわ。うまあ、うん、楽しめんもん。味余計なあれがないからさ。嘘で食べたら大体そうさ、やっぱ味が濃いやん。味が濃い。そうそう、嘘で食べたら味濃いやん。うん、うん、美味しいな。うんうんうん、美味しそう。うん、美味しい。なあ、まだ旬ぐらいの勢いで売られとったもんな。うまいな。うまい。あ、甘い。うん、うん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 。動画撮っていいですか？やった、ありがとうございます。すげえ。こんななってんの？私が使ってるのがホンボイドっていう、なんか皆さんがよく居酒屋とかで、あ、うん、なんかプチプチだけのやつとかだったり、はい、あとが種類があるの？種類も知らんわな。いけるの？ニグドウ丼とか、沖縄料理屋さんとかあると思う。これだったら茎付きって言って、結構全然プチプチした食感の方、こっちの方が私としてはおすすめなのかな。あ、そうなんですか。はい、まあでもつぶつぶ感も全然いいんですけど、なんか茎がコリコリしてて美味しい。もしよかったら食べてみてください。はい、食べてみて。もらう。あ、ありがとう。いただきます。いただきます。うまっ。うん、うまい。だいたいヌードルとかなんですけど、で、先ほどの居酒屋さんだと小鉢に出てくるような。はい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 、まあ、違ったんや、なるほど。今人気出てるのはどっちかっていうとこっちの方が出てるかな。へぇ、はい、どっちがいい、どっちがいい。海ぶどう丼が食べたくて探しちゃったけ、ね、そうそうそう、ありがとうございます。マジか。一応なんか海ぶどう丼にするのであれば少し余分につけていきましょうか。大丈夫やな、これでね。うん、そうやね。ありがとうございます、すいません。すごい。え、これ送ったりもできるんですか？あ、もちろん、はい、はい。そうなんや。県に入ると1212円とかになりますし、また送る量とかにもよるんですけど。あー。他にも持ってる？嬉しいな。たまたま取られたんだ。え、本当にたまたまですね。よく見つけましたね、あんな上から。でも見落とすよね。看板ありますよね、一回。はい、看板。あ、あれです、あれです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうね。何言語？ダックスフンドみたいな。ミックスなんですけど、なんか別 の、 あのダックスがいたんですけど、私の母親が、はい、そのもう一匹いたダックスが逃げてると間違えて勘違いして連れてきたのと野良犬だったんですよ。なんで別に奇跡の奇跡のよかったな、お前。もう推定17歳ぐらいでみたいなおじいちゃん。でも元気ですね。ありがとうございます。またお願いします。めっちゃ良かったな。おはようございます。ありがとうございました。うわ、お腹かっこいい。めっちゃクールな日だったな。いただきます。これ400円なんや。これでこれ400円、これで大丈夫なそれ。
珍しい。あった。いるやん。ワクワクアイテム。いるやろ。どうしたって。見やす。兵庫県産。本日の塩、はい、ハイビスカスの塩、火入れに入んで、お願いします。準備を。ピョロって一本食べたよ。あ、そうなん。あの兄ちゃんにもらったやつ。兄ちゃん、これ砂糖、黒糖入れたらちょっと味ちゃうかな。やばー、めっちゃいい音してる、うん、ありがとう。めっちゃいい音なるな。うまっ。いいな、うん、うまそう。うわ、横指が生きとる。そう。え、お前見える見える。俺あれ探しててん。え、あの割れから。はいはいはい。割れからってさ、海藻におるやん絶対、うんうん、なんか割れから食わぬ承認なしみたいな。承認、やつはさ、貴族はさ海藻を食うわけやん、うん、貴族ってかみんなで、貴族でも割れから食ってんねんでみたいな、知らんままに。あっていうことわざがあったような、なかったような。何がし、何がし、横指すぎる、生きとる。かわいそうやなこいつ。ほんまや。残念ながらもうベストインピースしかね。ありがとう。うまい。おー、うまそう。カニ穴や。入れんで半分。はい、お願いします。半分いける？6対4。でからうわふぃやば。いただきます。磯の香りが。うん、うん、おいしい。うん、ハマるな、このプチプチ感。ねえ、おいしいよね。うまい。じゃあ私は食べたことあるから、うん、お兄さんおすすめの卵落としさせていただきます。こちら卵に。おお、なんか良さそう。なんかめっちゃうまそう。いかせていただきます。
熱いんちゃうと思う、うん、うん、めっちゃいいね、うちものも、うん、お、いい、同時に食べる幸せや、うん、どんぶりと味噌汁やね定食やな、うん、あ、ひじきもなんかシャキシャキやわ、まあ、いい、食べよう、うん、美味しい、うん、うん、こんだけフラットやったらいけるかもね、うん、俺はここに、このここ痛くなかった、ああ、そこにもじゃあ詰めたらいいんじゃん、こうやってなんかちょっと角度変やな、え、角度ちょっとなんか変やな、こうやってねえだらいけると思う、まあね、横向きは、うん、横向き、どう、今はいけんねんって、分かる分かる、ただ寝始めてな、こう全身の力抜けた時にこの凹凸が体に食い込んでくる、あで血が止まってまたこっちひっくり返ってこっちひっくり返ってってしてる間に気づいたらもう椅子に座ってる初日トゥルースリーパイ、トゥルースリーパイ、まあまあ寝てみるしかないわ、もうこういう状況や、寝てみよう、明日楽しみにしてるわ、うん、ストローク